で、なんでパパのとこに来たの？この状況で帰ってくるから言ってなくて、それよしゃけんなよ。ルナでは酔いさえ働きながらさやってんだからさ結婚前提でって感じだったから、結婚前提でもついてきて、ちょっとこれだけは言わしてこれだけは言わして、マジで。乾杯する。乾杯しよう。お願いします。お願いします。せーの。せーの。乾杯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 。すごい、みんなレモン。ね。明日そのクラファンのもう一日さ、いろいろやんないといけないからさ。お仕事。何のクラファン？青森島の人吉町がサッカーゴールなくて、うんうん、サッカー大会を開けないらよね。あ、そういうことね。それとサッカー大会費用っていう形で、まあ、60万ぐらい必要ないの、うん、手数料と、うん、返礼品で返すお金がまあ40万として、うん、100万ぐらい必要かっていう話。なるほど、ね、それタクモがメインでやるってこと？もう俺個人でやる。グラファーいいね。でもその経験は、サッカーボールあればもうずっと大会開けるようにできるから、グランドワールドから初めて2日間の大きな大会を、うん、俺が開くっていう形で。なるほどね。そうそう、いいね。終わりだ。すごいけど、うわっ、うわっ、直立。え、赤ちゃんね、はい、赤ちゃんの方じゃない、エクボある、そういうとこからも来るんだ、いいだよ。あげるか、あげる、ちょっと待って待って、いや、こんなのあったら、あ、いや、こんなの閉まってないか、あ、ここでいいから、ママでいいよ、ママでいいから。じゃ、なんでパパのとこに来た最近そんなの勉強になるな、マジで。お風呂一緒に入るのはいいけど、拭くのはママがいい、そういうのもあるの。こら、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 あれあるね。ダメだね。何歳？あれと。ロッコスタだから大卒1年目なんですよ。23か。6違いなんだ。そう。結構違うね。あ、タクマちは？俺んちはお兄ちゃんと、そう。6か。でも俺もでも6だ。あ、そうなの、うん。お兄ちゃん。うん。2人？俺35。うん。違うみたい。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、ごめん。え、3人？お兄ちゃん、お姉ちゃん、すごいじゃん。お兄ちゃん、お姉ちゃん、これ。ごめん。どこでいいの？こっち来るよ。違うと黒い。え、俺は黒い。うん、黒いかな。全然黒い。え、日焼け止め塗ってる？塗ってない。塗ってなくて、それ。よしゃけんなよ。色白ないよ。こっち塗ってこったら塗ってない。全然多いですよ、逆に。もう意味ないです。俺はだから、その、年取った時になんか染みとかにならないようで、もう黒くなっても別にいいよ。あ、そうか。最近、キックがうまくいかなかったら、なった。マジ、うん、ボールの軌道がうまくいかなかったな。マジめっちゃ大な。俺よりもうサッカー選手じゃん。マジで。もうこれもいけるんじゃん。もう、いけそうだね。まだ。全然いける？まだ。うまいわ。うまい？うまい。うん。高い。高い。嘘。あれ？俺のだけだったら。柔らかい。めっちゃ硬い。俺。嘘。これもいけそうです。はい、はい、もしもし。はい。いやいやいや、帰ってこんよ。いや、帰ってこない。この状況で帰ってくるかよ。すごいな、やっぱ親の話しかない。お父さん帰ってくるって言ってたけど、言ってた。帰ってこないって言ってたから。お父さんの願望が。やっぱ会いたいんやろね。俺もそうやし、そのテーマにも言ったりさ、一緒に飲みたいんよ。お父さん。
でもやっぱ俺も夢だもんね、それ。やっぱ日本と飲むっていうのは、温泉一緒に入るとかして夢だったけど、結構行きたがるよ俺は。まあ、何回か行ってるけど、3、4回ぐらい。すぐ出そう。すぐ出る。水風呂ちょっと入りたいなと、ワテクしながら、入るって言って入った瞬間、スイッチ入れないからさ、こう抱っこしながらこうやって浮かして俺だけみたいな。帰りとかよく来るの、タコたち。いや、来る来る来る。帰りとメグはよく呼んでる、うん。で、ハッシーも2回ぐらい。帰りなんか一番下じゃん。うん、やっぱ面倒見てあげないとやっぱダメだよ、上が。マジで子供いたらマジでアンパンマンのキャラクター覚える。そんなキャラクターいるのかさ。いや、それ例えられたよね。何？ああ。鉄火ドンマンだよ。鉄火ドンマンに似てるとかあれで。似てるか。うん。似てるんだって。一緒や。あ、一緒や。やばい。一緒や。見たことない。お礼の聞こう。まずなんでプロになれたのかという。副大から沼津行って、でも1年目はあれだったもん。JFL だったからプロじゃなかったの。そうなの。で、1年で上がって、昇格？昇格して、で、2年目からプロ。あ、そうなんだ。沼津の時は仕事してたの。そうだ、仕事してた。1年目もそうだし、2年目もそうだ。そうなの。クラブがなんか斡旋してくれるの。斡旋してくれる、斡旋してくれる。もうほぼ仕事のお金がね。あ、そうなんだ。がすごいなかった。2年目は自分からね、行きたいよ。セレクションとか、あの、レジなんかしてもいいですかって。沼津？うん。あ、そうなの。ゴンさんに憧れたから、結構。あ、そうなんだ。ゴンさんに会いたくて、うん、含めて、ゴンさんが行きたいよね。うん、だね、来たから。中山雅史。っていう伝説の日本の4代の一緒にサッカーしたいなぁもうなんか含めていったらそれでいいねってなあ、そうだ。サイトが入った時は元気でやってたんだ、ゴーさん。そうそうそう、じゃあもう憧れの人に教えてもらってたみたいな。そうそう、2年間はもう自分から聞きに行ってたもん。なんか夜ね、練習時代かの時にね、5分か10分ぐらい待ってた時一緒にいたんや、ずっと聞くんだよ。そうだよね、憧れの人と聞いた時に。で、沼津何年いた？沼津2年かな。あ、そっか。沼津2年行って、うん、そっから徳島行ったから。うん、でも半年で鹿児島にも行って。あ、沼津の時そうか。めっちゃ点取った時か。あ、沼津の時はそう、19点ぐらい。その時に戦ってる？戦ってる。じゃあ知ってました？存在。さっき知ってる知ってる知ってる。俺も知ってたよ。でも同級生って知らんかった。まあね。あ、うん、もっと上とか。うん、なんか勝手に老けてる。38とか、その時から更新してるね。大卒2年目で3年目やばいですね。ずっと徳島行ってる。半年で鹿児島に移籍して、うん、鹿児島の時は諸国争いしてたから、その時また J2 に上がって、チームが2018年か。めっちゃ昇格してんの。1年目で JFL から J3 昇格でしょ。で、J3 から個人昇格でしょ。あ、そうですね。で、そっから半年でまたでチームで鹿児島で J3 昇格でしたから、3年連続めっちゃ昇格してるよ。そうそうそう。私そこで2019年で知り合ったから、鹿児島は J2 のイメージが強い。その前を知らなかったから。え、琉球っていつ上がったっけ。鹿児島と一緒にあれか。うわぁ、だよね。うん、あ、一緒に上がったの。うん、そうで1位で鹿児島が2位だったから。で、鹿児島で降格して、すごいよね、昇格昇格昇格降格波乱万丈。鹿児島に2年から今年から宮崎。うん、俺ら7年目だもんね。いや、7年目だね。どこが一番大変だった？かじゃなくて徳島だった。うまい人ばっか。そうだよね。全く違うじゃん、徳島なんかサッカー、うん、ボール大事にするみたいな。それこそ周りエビ選手ばっかり。そうだよね。フォワードなんか親とかもそうですか。途中から入ってきたのは、うん、ピーター歌からな。勝てねえよ。歌がパイセンと対峙する方だよね。めっちゃ嫌だったもん。うん、そう。ロングボールとか跳ねてるの後ろから追っかけられてたけど、めっちゃ怖かった。やべえ、くる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 。早いし、なんか迫力あるよ。あー、かかるよね。いいよね、それ。じゃあ一番良かった時は。やっぱ沼津だな。あ、そう。1年目も2年目やっぱ点取れてたからね。JFA でも13点取って、で、2年目 J3 で19点。JFA1位じゃないですか。いや、違う。ヴィッセルに藤本。ああ、そうだそうだ。なんかあの時はあったよね。働きながらって待ったけどさ、ハングリー精神めっちゃあったな。分かる。琉球もそれあったっしょ。なんだね、今思うと。なんかああいうさ、お金もなくて大変だった時の意外と楽しかったですね。うん、思い出めっちゃあるよね。一番でも一番そうだね、鹿児島より。いや、鹿児島はやっぱ地元でできたのもあるし、ちょっと J2 から J3 ショックがしてね。いや、すごい。なんかそれもさ、結構胸熱くてさ、楽しかったからさ、最初帰ったらまた、ね、違った、ね、
しかもなんだよ、よいさんが働きながらさやってたからさ、でアマチュアからプロになるっていう、うん、あれもあったから働きながらってどうですか、きつかったね。どういうスケジュールだっけ？午前中練習するじゃん、終わったら1時から仕事で、1時から6時ぐらいまで、あ、そう、フォーデーで障害がある子供たちと預かって一緒に遊んだりとか、放課後デイサービス、そう、週何でやったりしたの？週4かな。え、オフの日もじゃあ働いたりしたの？働いた時もあったね。結構あの離れてるとこだったからさ、帰ってくるのが7時とかね、そこからまあご飯とか食べてみたいな。あ、それハードだね。でまた朝早めに練習して、琉球とかわかんないけどお店とかなかったの？めっちゃあれだね、そういうところ沼津めっちゃ多かった、どの試合も多かった。あ、そうなんだ。そう、全然沼津選手だから。うん、そうですね。ありがたい。自分の身を削ってさ応援してくれてるからさ、頑張ろう。はい、じゃあこれ全然話聞くって言うと、ずっと聞いてないじゃん。すごいじゃん。かわいい。普通の通過話聞いてないじゃん。はい、なります。あっち、これやばい。これやばい。これもそう思った。あ、映ってるかな、映ってるかな、映ってるかな。どうぞ。え、見て。めっちゃおもろい。これはおもろいわ。せーの。パパがよくやることのゲームめっちゃおもろい。初めての肩車やってくれることや。あ、やばい、髪の毛。あ、やばい、大丈夫、大丈夫。いけいけ、ガン。レイナが聞きたいことは、行ってみたいチームはありますか？いや、でも小さい頃からでもあったけどね、それは。そう、ジュビ。あ、そうなんだ。それはね、ゴンさんで。あ、そういうこと。じゃあ、お母さんが好きだったから、ナナミさんのことをね。ああ、ね。で、それでジュビロのファンクラブにも入って、キャンプさ、ジュビロ、体によく来るんや。で、昔はさ、家の近くの奥部の方でキャンプよくやってたんや。だから、家から5分で、ジュビロとか見に行くとか、だからずっとジュビロ行きたいなぁ、みたいな。あ、そうなんだ。思いはあったね。じゃあ、その思いは今もしてるかな。変わってないかな。そう、いい夢だね、それ。ね、もうゴンさんってやる夢を叶えてるのすごい。それはすごいよね。親も喜んでたし、喜んでた。ああ、よだれがすごい。さっきからもう被害がやばい。でもいいじゃん、赤ちゃんのよだれ綺麗だから。うん、俺とさっきのよだれなんかもすごいやばい。それはやばい。あ、じゃあ出会いとか聞く。出会い、奥さんとの出会い。いいや、俺そのチームメイト、先輩が親友の人と仲良かったの。で、その人はよく試合見に来たりしてね、親友が誘ったのかな、わかんないけど、なんかまあ見に行こうみたいで結構来たりして、そっから出会ってみたいな。で、ご飯とか行って、俺がなんかその徳島に移籍するかしないかぐらいの時に付き合ってくださいって。で、付き合ってから本当何年近くぐらいにね、徳島行くことになった。ってなって、でも俺はもう結婚前提でって感じだったから、結婚前提でもついてきて、1週間ないぐらいで親挨拶しに行った。へぇ、もう絶対なんかもうあのよくさ、昔からさ、なんだお前みたいな、1週間付き合ってたからもうやらみたいな、絶対言われるわと思ったら分かってくれた。へぇ、めっちゃいいよ。出会ってその1年とかの付き合ったら全然短いじゃん。で、結局もう付き合って1ヶ月ぐらいで俺はもう行っちゃったわけ、徳島先に。出てないから一緒に行ったから。一緒に行ったっけ。曖昧。記憶がやばい。それ記憶やばい。そう、実家に戻ってたのに1年ぐらい。私も再就職しようとしてて、都内とかで面接の予定が立ってたの、ちょっとこのけど、その面接のメールが来なくて、で、ああ、ダメかみたいな、ここのとこは縁なかったなって思ってた時で、もう一回探されてなってた時だったから、それ来てたらどうなってたのかな。家決めてたのかね。じゃあ遠距離になったかもね。やってたかな。いや、あ、でもね、タイミングだね。寂しがってる。でも昨日からさ、実家にいて1週間比較的しない人と同棲するために徳島に行くって結構衝撃。反対する人もありそう。いや、多分結構するじゃん。俺だって今ケイマやってこないけど、そんなに連れてきたらもう無理やね、絶対無理。で、1年一緒に暮らしてからで鹿児島で籍入れてから。え、1年ごめん、2年にすみませんでした。やばい、全部違う。最初でしょ、タカ君が聞く情報半分ぐらい嘘だった。自分の記憶も適当だし、塗り替えてる。ツッコミどころが多すぎて会話になりません。それないんだよ。ここのタイミングは前提だとして、なんでそのタイミングか。だって同棲してて結婚しようってなるタイミングが。でも俺は2年目でもう
掃除しようなって思ってたよね、うん、自分の中で。なんかその中で、なんか一緒に子供できたらいいなーって思いながら、もう、ちょうどいい授かった。そう、9月になって、俺らが入れようと思ったのは、その記念日だから、10月、あ、ごめん、11月22日に、11月22日で、そうそうそう。あ、一緒じゃないよ。11月が22が結婚記念日。間違えました。10月22が、今ボロが出まくってノンアルですけど、ノンアルでボロが出ました。20とさ22がさ、分かる、このちょっとこれだけは言わして、これだけは言わして、マジで多分10月22じゃん。で、結婚記念日11月20じゃん。ここがこうになるときある。確かに、分かる。結婚間違えたことはない。そうだ、俺書くときとかちょっとたまに間違えるの。あ、こっち記念日、あ、20と20のこの俺がもうこういい夫婦の日だし、そうそういい夫婦の日だし、あ、いい夫婦の日でしょ。そう、俺はいい夫婦の日、いい夫婦の日、いい夫婦の日だし。でもなんかその同棲してて結婚が早いのはすごい上から選ばれてないですか。なんかずるずる行っちゃうパターンが多いから、しようって決めたのがすごい。なんか私同棲でズルズル行っちゃうイメージがあって、嫌だったんですよ。してなかったの？してないです。まだ仕事してたし、っていうのもあって同棲は考えられない。じゃあどんだけの制度でやってるの？でも結構、オフのたんびに会いに行ってる。割とね、2時間半か、バス、緊張から東京まで。要は2時間で、往復で考えたんですよ。なんか俺らさ、遠征慣れしすぎてさ、なんか2時間とかだとなんか近いじゃん。近いじゃん、近いじゃん。え、一緒に暑い。今のは暑いよ。今暑かった。今の暑いですか。痛い。今のは痛い。もうやめる、もうちょい。記念日間違えたパスでしょ。